写真拡大。7回1失点の年頭で開幕へ向け順調な仕上がりを披露した。前回登板した12日のオリックス戦姫路では2番手でマウンドに上がり、最終回にまさかの6失点で逆転サヨナラ負け。課題の残るゲームから中4回と7回にはそれぞれ今日はピンチもあったが粘り強く投げることができたと悪夢からの反省を生かした。ピンチで力んでボールが続いてしまった。力を入れすぎず気を緩めすぎずバランスを意識した。ピンチを考えすぎるのも良くないのでと7回のピンチでは前日にホームランを放っているバルガスに対し得意のフォークボールを投じ打ち損ないの併殺に仕留め、この窮地を脱した。予定通りいけば開幕2カード目のロッテ戦での先発が濃厚な右腕について辻監督は粘り強く投げたと思うとこの日のピッチングを評価した一方で危うちのロッテ打線に対しての攻め方について言及。早いカウントからどんどん来るところでいい当たりをされているようじゃまだまだもっと厳しいところに行かないとと注文をつけていた。安藤かなみ、かなみ&